アンサンブルウィンズをご紹介します。アカペラ混声四重唱で、童謡、唱歌、フォークソングからクラシックまでジャンルは決めず、ハーモニーの綺麗な曲を楽しく歌っています。それではアンサンブルウィンズの皆さん、お願いいたします。こんにちは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 。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。男性2人、女性2人、どこ行ってもすぐ歌えるように伴奏なしでアカペラで歌を歌っています。私たちは母から子へ、子から孫へ伝えたい童謡唱歌を次世代にもぜひ歌い継いでほしいという思いがありまして、童謡唱歌を中心に歌を歌っています。まず最初にお聴きください。汽車ポッポ、草川慎さんが作曲しました。ポッポ、汽車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 、シュッポシュッポシュッポッポ、僕らを乗せて、シュッポシュッポシュッポッポ、スピードスピード、ワードの外、畑も飛ぶ飛ぶ、家も飛ぶ、走れ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 、鉄橋だ鉄橋だ、楽しいな。汽車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 、シュッポシュッポシュッポッポ、汽笛を鳴らし、シュッポシュッポシュッポッポ、愉快だ愉快だ、いいだため、シュッポッポの原田林だ、ほらやだな、走れ走れ走れ、トンネルだトンネルだ、嬉しいな。汽車汽車ポッポポッポ、シュッポシュッポシュッポポッポ、煙を吐いてシュッポシュッポシュッポポ、行こうよ行こうよ、どこまでもポッポッポ、僕ら人気者が待っている、走れ走れ走れ、はい、汽車ポッポ聞いていただきました。私たちは男性のバス、テナー、アルト、ソプラノの4声で、本当に1人ずつパートの音が違いますので、必ず笛で音を取りながら確認してきます。誰かが言ってました、童謡唱歌は歌っていると自然にその情景が浮かんでくると言われています。ぜひ皆さん、童謡唱歌を歌い継いでいってほしいなと思います。それでは2曲、秋の歌で赤とんぼ。この赤とんぼは大正10年に作られた曲です。でもやっぱりこの時期になるとこの歌は必ずと言っていいほど歌われます。そして次は文部省唱歌、これも明治43年に作られました。虫の声、今盛んと夜虫の声が聞かれます。では2曲お聴きください。
チロチンチロチンチロリン、あれ鈴虫も泣き出した、リン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 、秋の夜長を吹き通す、虫の声チンチロリン、キリ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 コロニア、ガチャ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 靴は虫、後から動い追いついて、チョン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 スイチョン、秋の夜長を吐き通す、はい、虫の声でした。急に秋めいて朝夕がとても涼しくなりました。涼しいというより寒くなりました。皆さん本当に体に気をつけて過ごしてもらいたいなと思います。それでは今度は待ちぼうけ、これも大正12年に作られた曲です。ではお聴きください。待ちぼうけ待ちぼうけ、ある日せっせと野良かせに、そこへウサギが飛んで出て、ころりころねた木の根っこ、ララ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 、待ちぼうけ待ちぼうけ、湿ったこれから寝て待とか、待てば獲物はかけてくる、ウサにぶつかれ木の根っこ、ララ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 、待ちぼうけ待ちぼうけ、昨日の黒とり果たしごと、待ちぼうけ待ちぼうけ、今日は今日はで待ちぼうけ、明日は明日はで乗り越え、諸女寺の狸林、これは中野市の中山新平さんが作曲しました。本当に狸が腹包みを打つ様子を歌いながらの歌です。それでは諸女寺の狸林お聴きください。ポン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 、ララドゥ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 、ララショダショダショダジラショダジの庭はつらつら月夜だ、みんなでてほいほいほい、おいらの友達はポンポコポンのポンポンポン、負けるな負けるな、お嬢さんに負けるな、こい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 、みんな出てこいこいこい、おい
ショウ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 ジショウショウショウジの庭はツン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 月夜にお月見だ月見みんなで吹かれてポンポコポンのポンポコポンのポンポン負けるな負けるな所作に負けるな来い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 みんなで来い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 。はい、狸林でした。私たちはいろいろな場所でその童謡唱歌などを歌ってボランティアに伺ってます。お茶の間サロンデイサービスとか大人の場所に行くときは本当に一緒に歌ってほしい。そして子どもの場所にも保育園とか幼稚園児童センターなどに伺うときにはやっぱり年々童謡唱歌を知らなくなってきてますのでやっぱり頭の隅とか心の隅に残っててほしいなという思いがあって童謡唱歌を中心に歌を歌っています。では童謡唱歌の最後の曲は江戸時代から門くぐり遊びに歌われた通りゃんせ、これをちょっと面白い編曲で歌わせていただきます。それでは通りゃんせお聴きください。私たちはねもう本当にいい歌だなと思うのにはいろいろ挑戦していってます。これからの2曲は中島みゆきの歌を届けしたいと思います。まず最初は時代お聴きください。日が来るわ、あんな時代もあったねと、きっと笑って話せるわ。だから今日はくよくよしないで、今日の風に吹かれましょう。回るわ。
し今日は別れた恋人たちも生まれ変わって巡り合うよ旅を続ける人々はいつか故郷に出会う日もたとえ今夜は倒れてもきっと信じてドアを出るたとえ今日は果てしもなく冷たい雨が降っていても中島みゆきの糸です。なんか若い人たちは今コマーシャルで盛んに使われていますが新しい曲だと思われている方が多いんですがこれは1992年に作られました。糸お聴きください。なぜ巡り合うのかを私たちは知らない。いつ巡り合うのかを私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つの物語。縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。なぜ生きてゆくの迷った日の後のささくれ夢追いかけ走って転んだ日の後のささくれこんな糸が何になるの心もとなくて震えて織りなす布はいつか誰かの傷をかばうかもしれない。縦の糸はあなた、横の糸は私、人に出会えることを人は
は幸せと呼びます。はい、長い間聞いていただいてありがとうございました。ぜひ皆さん童謡唱歌を歌い継いでください。皆さん、そしてこの後もまだまだ楽しいことがいっぱいありますし、明日は行列もありますので楽しんでいってほしいなと思います。どうもありがとうございました。懐かしい曲から美しいハーモニーまでありがとうございました。アンサンブルウィンズの皆さんでした。今一度盛大な拍手をお願いいたします。